な。え、難しいでしょ。もう一回抜く方がいいの。それさ、さっき見たか発砲して固まる名字だったらずっと使ったらいいの。はい、確実に作るから、とりあえず3ターンくればしていいかな、決める。はい、最初ビッグラでやるよ。表面塗ってから曲がる。で、まだ塗る。あとどこだっけ。多少は一発入ってきたら上から眼神させるのも楽だから。これ聞いてるんじゃない。折れるんだって。インパクトになってない。相当すごい補強の施工だと思うなって俺なんか思うけどな、正直言って。どっち先いじますになる。いや、そのまんまでいい。あんまり周り触ると横の周りだからさ。春維持考えて大体眼神する厚さとかなんかも分かったでしょ。静かさとかの溶接補強のタンクの、うん、補強何やったかっつうと FRP と、まあ、厚さも含めてなんだけど3プライなんだよね、うん、それで今3年近く持ってるんだよね。でそいつなんて言ったかっていうと、もしダメだったらどうしようかって言ってたんだ事前に、うん、で何ダメだった時どうするかって、対策まで立てて俺呼んだのって言ったんだよね。じゃあダメじゃねえと思って俺来てると思うって言ったんだよね。で3プライなんだよ。佐藤さん6パレ。結局そこで何が一番違うかっていうと、うん、衝撃力のさ。うーん、例えばこうなってきてさ、うん、ハンマーとかなんかボーンってぶっつけるわけよ。もうあそう、ぶつからぶつかるから。だってさっき言った俺ら安全靴履いてるじゃん。あそこうやってぶつかっただけで当たるじゃん。うん、あと周りでスパナ使うでしょ。うん、スパナそこに落っことす場合もあるわけです。ああ、はいはい。だからそれを含めてやっぱ三ジャン建築かなと。難しいでしょ。もう一回塗った方がいいの。それささっき見たか発砲して固まる名字だったらずっと使ったらいいの。はい、確実に作るからとりあえず3ターンくればしていいかな、決める。はい、最初ビッグラでやるよ。はい、表面塗ってから曲がるよ。でまだ塗る。あとどこだっけ。多少は一発入ってきたら上から眼神させるのも楽だから。これ聞いてるんじゃない。折れるんだって。インパクトになってない。相当すごい補強の施工だと思うなって俺なんか思うけどな、正直言って。どっち先いじまずになる。いや、そのまんま、みんなそのまんまでいい。
あんまり丸触るって横の丸だからさ。春維持考えで大体眼神する厚さとかなんかも分かったでしょ、静かさとか。の溶接補強のタンクの補強何やったかっつうと、FRP と、まあ、83も含めてなんだけど、3プライなんだよね、うん、それで今3年近く持ってるんだよね。でそいつ何て言ったかっつうと、もしダメだったらどうしようかって言ってたんだ事前に、うん、で何ダメだった時どうするかって、対策まで立てて俺呼んだのって言ったんだよね。じゃあダメじゃねえと思って俺来てると思うって言ったんだよ。で3プレーなんだよ。だから佐藤さん6プレー。結局そこで何が一番違うかっていうと、うん、衝撃力の差。うーん、例えばこうなってきてさ、うん、ハンマーとかなんかボーンってぶっつけるわけよ。もうあそうぶつかるぶつかる。だってさっき言った俺ら安全靴履いてるじゃん、うん、足こうやってぶつかっただけで当たるじゃん、うん、あと周りでスパナ使うでしょ、うん、スパナそこに落っことす場合もあるわけです。あ、はいはい、だからそれを含めてやっぱ3じゃん建築かなと。難しいでしょ。もう一回塗ってもらえない。それさ、さっき見たと発泡して固まんねえだったらずっと使ったらいいの。確実に作るから、とりあえず3ターンくればしていいかな。イメージ。はい。最初3つから出る。表面塗ってから、わかるよ。で、まだ塗る。あとどこだっけ。多少は一発入ってきたら上から眼神させるのも楽だから。これ聞いてねえんじゃない、折れるんだって。インパクトになってない、相当すごい補強の施工だと思うなって。俺なんか思うけどな、正直言って。どっち先いじまつになる？いや、みんなそのまんまでいい。あんまり丸触るって横の丸だからさ。春維持考えで大体眼神する厚さとかなんかも分かったでしょ、静かさとか。の溶接補強のタンクの補強何やったかっつうと、うん、FRP と、まあ、83も含めてなんだけど、3プライなんだよね、うん、それで今3年近く持ってるんだよね。でそいつ何て言ったかっていうと、もしダメだったらどうしようかって言ってたんだ事前に、うん、で何ダメだった時どうするかって、対策まで立てて俺呼んだのって言ったんだよね。じゃあダメじゃねえと思って俺来てると思うって言ったんだよね。で3プライなんだよ。だから佐藤さん6プレー。結局そこで何が一番違うかっていうと、うん、衝撃力の差。うーん、例えばこうなってきてさ、うん、ハンマーとかなんかボーンってぶっつけるわけよ。もうあそうぶつかるぶつかる。だってさっき言った俺ら安全靴履いてるじゃん、うん、足こうやってぶつかっただけで当たるじゃん、うん、あと周りでスパナ使うでしょ、うん、スパナそこに落っことす場合もあるわけです。あ、はいはい、だからそれを含めてやっぱ3じゃん建築かなと。